0101は奥広屋による日本の漫画作品。週刊ヤングジャンプで1999年21.22合併号から2000年17号まで連載されていた。コミック開発の全編フル 3D、CG 作品。コミックは全3巻制作のためコンピューターの投入、スタッフの育成で資金が枯渇。 その上人気も得られなかったため自発的に連載を途中で中断した。その後 3DCG を使った手法はガンツに継承された。西暦2028年のニュー、シガヤし。小学生のイスルギオンロは同級生に誘われ妹と弟と一緒に始めてゲームセンター、ジョイパレスに入る。ジョイパレス内で対戦型バーチャル格闘ゲーム。 MBZ のその店の優勝者、ヤガミレイのカバンが、オトロの妹のクララの顔面に当たったことがきっかけで、オトロはヤガミと異かいを起こすが、オトロは一方的に叩きのめされる。その後、MBZ の才能に目覚めたオトロはヤガミが参加する7人、1チーム制で競う MBZ の大会チームバトルグランプリに仲間たちと出場する。 ゲームセンターの対戦型バーチャル格闘ゲーム。全世界で1000万人以上のプレイヤーが檻の全世界のゲームセンターと通信でつながっている。実際にプレイヤーが体を動かしてプレイする。8人のキャラクターの他プレイヤーが自分で作ったオリジナルのキャラクターでプレイすることができる。相手が倒れて3秒以上経過してからの攻撃はできないルール。奥広やガンツ。 マニュアル集英者、ヤングジャンプコミックス2004年244ページ。ありがとうございます。